顔についてますね、薬がちょっと。あ、そうで、元気はまあ80、90、70から90ぐらいね。で、おしっこは出てんですよね。おしっこしてます、ね。してますね。ちょっと何回かかってるね。それじゃあね、ちょっと治療します。やっぱこの間みたいにこの場でちょっと点滴して胃腸の調子を高める処置しますね。それであとお薬はちょっと何とか飲ませてもらえるんだったら1週間分出します。FT をかけてほしいんだけど、かけれるかな。よいしょ。特に生殖のあったかいやつ。ごめんね、くーちゃんごめんね。あと楽しかったの。まあ一応全部だけど、一番見たいのは生殖です。14日、今日の体重は4900、11日の体重は4800。とても分かりやすい。でまあ1日1回こうやって合計しておいてください。63g、今日もこれからどんだけ食べるかな、これ、引き続きつけてくださいね。かけれる範囲でつけてくださいね。モンタどこになってるの？遠心の前。見たら、そういえばね、どうしても食べんくなったらね、返金してもらえます。あのご飯、はい、いや、あのご飯をもちろんどうしても食べなかったら、なんか領収書どっかに貼り付けてそう、バーコードを書いてすると返金はしてくれますね。一応渡しておきます。でも、なるべくあれ食べてほしいんですけどね。なんかそういうことをしてるから、食べない子は返金するとか、さっきついさっきメーカーの人が見えて言ってたから、一応渡しておきます。ご飯食べました。もちろん、なんか何でも食べそうなの。割とよく食べるんだけどね、あのご飯ね。ただもともと市販の食べてらっしゃったじゃないですか、市販のフードに比べてやっぱりそういう療法食は食べが悪いね。あ、そうなんだ。市販のやつって瓶とかがすごく多くて美味しくできてるんですよね。食べなきゃ売れないですもんね。そうですね。そう。リンが多いと腎臓悪い子にはちょっと負担になるんですよ。売ってるので腎臓なんとかって書いてあるのを買ってみて。あ、買ってます。あれどこがどうしよう。でもどうなんだろうね。本当にリンが制限されてるのかな、そういうやつ。市販のやつはちょっと。
抗ビタミン剤とちょっと肝臓を元気にする薬。胃腸の状態。